はい、キャブレターをもう外すとこまでもうね、動画を撮りながらやってる場合ではないっていう感じ、まあ、撮りながらもいいんですけど、いろいろ喋っちゃうね、もったいないです。まあ、セリのずっとそれを聞いていただければいいね。何が高かったですか？わかんない。うん、まあ、いろんな車両がね出てますけど、来ました。見える、私にも見えるぞ、ララ敵が見えるということで、キャブレターの中を見ることができるぞ、ララ。ね、ちょっとカピカピしてる感じでしょ。よかった、ね、はい、ということで、これ掃除するんですよ。ちょっとこうやってね、かけてあげればすぐ落ちるんですね。こうね。で、これ、中古車であれば、おそらくね、キャブ開けるっていうのは、まあ、大体もう、うん、そんな感じだと思うんですよ。うん、昔はね、やっぱキャブレターで大体決まっちゃう。インジェクション車になってからはね、インジェクション開けるっていうのはない。ですもんね。まあ、インジェクター変えるとかそういうのあるかもしれないですけど、もしかしたらね、走行距離によってはね、はい、まあ、キャブ車の場合は大体キャブレター開けてうんたらかんたらっていうのはね、はい、そう、お店によっても必ず中古車の場合は開けるっていうね、まあ自分のところで販売してね、ずっと乗られててね、うん、でそういうのもみんな分かってると、まあそういうことであればね、うん、あえて調子いいやつを開けてどうのこうのってのはしないかもしれないですけど、でも中古で整備履歴分かんないとかね、あとオークションみたいなのが買ってきたっていうことをあげないとっていうことにもなるんじゃないですか。うん、そうすると4発とかになると大変ですよね、やっぱりね。うん、で中のね、アルミもやっぱり変えますよね、普通ね、うん、そういうことになるからなかなか大変だと思いますよ。うん、そのあたりで、ね、はい、このみんなそうか、スロットルバルブのこのスクリューでね、こうしてるじゃないですか。で、ここはあとから残っちゃう、こっち側にね、こっち側にね、そう、でその後があんまりひどいとそこのところで止まっちゃいますもんね。戻らなくなっちゃうね。ちゃんとね、微妙なところで引っかかる、ね、もしかしたらそういうのがあるのかもしれないですね。はい、アルミだけ、ね、一応レベルをね、すべて確認して、まれに全然なんかあれ、これすごいあ違うよっていうのがあるんですよ、あって、でまあそういうのはとりあえず変えるということですよね。通路がどうのこうのってことはないね、さすがにね。さあ、そしたらこれを戻して、なんか来たな、戻して、やると、はい、いうことですね、はい、戻して、はい、競りは順調に続いてございます、はい、郵便局かな、郵便局の場合はサインしなきゃいけないからね、はい、してくださいね。